F-35B を搭載するために空母化改装計画が進んでいる海上自衛隊護衛艦出雲と加賀について、中国と韓国がその運用をめぐり騒いでいるみたいだね。中国と韓国が日本を敵視するのは毎度のことだな。毎回毎回、飽きもせず言いがかりをつけてくるもんね。韓国に至っては日本を親の敵とばかりに攻め立ててくるし。ほんとだよね。今回はそんな出雲の運用についての中国の分析と、日本の軽空母保有に焦る韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まず中国は環球網というメディアが、2019年5月28日に日本を訪問していた米国トランプ大統領が海上横須賀基地を視察したことを紹介し、護衛艦加賀を見学したことから出雲と加賀の改修後の運用方法として米海兵隊の F-35B を着艦させる可能性があると報じているみたいだね。出雲と加賀は国内的にはヘリコプター搭載護衛艦であり、ヘリ空母ではないんだけど、国際的には立派なヘリ空母として認識されているんだよ。海上自衛隊は出雲、加賀の他にもヘリコプター搭載護衛艦として、その前級であるヒューガ型のヒューガと伊勢を保有しているが、2018年の30大行平成31年度以降に掲げる防衛計画大行において、出雲と加賀については必要に応じて STOVL 短距離離陸垂直着陸機の運用可能となるように措置を講ずるものとするとの文言が盛り込まれ、F-35B を運用できるように領艦を回収できるように定めているんだぜ。うん、環球網の記事中では出雲加賀のみならず日向伊勢も含めてヘリコプター搭載護衛艦を軽空母に改装した場合の問題点として、固定翼を持つ早期警戒管制機を運用できないために敵のステルス戦闘機やステルス性を持つミサイルなどの攻撃には脆弱であろうと論じているみたいだね。だけど、この記事は海上自衛隊の性格やそれに伴う出雲型軽空母の運用方針を全く理解していないと言えるよ。そもそも、海上自衛隊の本文があくまで専守防衛であり日本の国土防衛であるため、その行動範囲は特別な海外派遣を除けば国土の周囲に限定されていて、出雲型軽空母の役割としては敵地攻撃ではなく南西諸島や先島諸島などの島嶼防衛を担当する陸上航空基地を補填することが任務となるんだよな。そうそう、そのために軽空母の上空、ないしは空母に近づく敵機やミサイルについて航空からの警戒は陸上基地から発信する。航空自衛隊の E-2C や E-767 などの早期警戒機や早期警戒管制機が担当して連携することになるため、自前で早期警戒管制機を持つ必要がないんだ。また、環球網では日本の軽空母が搭載する艦載機数が少ないことが弱点であるかのように指摘しているけど、出雲型軽空母においては多数の艦載機を格納庫に常備しておく必要がなく、陸上の航空基地から飛来する F-35B の洋上補給航空基地が役割であると考えるのなら、F-35B の搭載機数は問題にはならないんだよね。さらに環球網では出雲型軽空母の運用の可能性について述べていて、戦闘が激しくない場合に他の護衛艦や潜水艦と共に出動し、前衛として活動するイージス護衛艦などの防空と航空機による対地攻撃を担当。その活躍は敵航空機がステルス性能を劣る二流の戦闘機である場合には有効としているぜ。出雲型軽空母がイージス護衛艦や汎用護衛艦、さらに操縦型潜水艦と共に空母打撃群として行動するのは何も別に新しい発想でも何でもなく、当初からそのように想定されていることであり単艦での行動などありえないことだ。二流戦闘機云々との下りは、中国空軍が J-20 などのいわゆる第5世代のステルス性が高いとする戦闘機をすでに保有していることを誇示したかったのだろうけど、その実ステルス性能において F-35B は J-20 を上回るとの評価が通説である以上はナンセンスというか滑稽な主張だよね。そして環球網は海上自衛隊の空母艦隊は、日本周辺であれば航空自衛隊の早期警戒機などの支援で強大な相手に対し作戦を実施できる、などと陸上航空基地との連携による出雲型軽空母の有用性を、さも同メディが考えついたかのように述べているけど、先にも書いた通りこれこそが出雲型軽空母のそもそもの運用方針なんだよね。さらに記事では、この先日本が固定翼機を運用できる正規空母を保有した場合について言及していて、現状の海上自衛隊の能力ではたとえ攻撃型の正規空母を保有したとしても、日本本土から離れれば米海軍との共同作戦でなければステルス戦闘機、原子力潜水艦などを保有する国と戦うことはできないとしているんだ。最後に記事では、最近海上自衛隊と米海軍との合同演習が頻繁で日米の F-35B が互いに双方の空母で離着艦訓練を行う可能が高いと指摘した上で、出雲型軽空母の改修が終われば米海
衛兵隊の F-35B による離着艦訓練が始まるとして、それにより日本の空母運用技量を向上させる効果があると主張して締めくくっているよ。しかし、いずれにせよ自衛隊が独自の F-35B による飛行隊を保有するまでは、出雲型軽空母は米海兵隊の F-35B の協力で乗組員の技量向上を図るほかはないのであって、何を今更との感が拭えない気味だな。次に韓国における出雲型軽空母への反応だけど、韓国の YTN テレビが加賀の改修計画についての報道を知った韓国ネットユーザーからの投稿をいくつか紹介すると、米国の次に戦闘機の保有数が多い日本が何をしてくるかわからないから警戒せよ。日本は韓国を標的としているから、そのうちに毒と竹島が侵略されるかもしれない。日本は北朝鮮や中国を脅威として国防力を強化しているのに韓国はどうしたのか？軍備競争で負けるわけにはいかないのだから韓国は予算を組み直して F-35B を200機買うべき。日本の方が北朝鮮よりも好戦的かも。韓国は軍事力において何が何でも日本より優位でなければならない。など、日本を警戒するかのような声が続出しているらしいんだ。韓国は自分らにとって都合のいいようにしか物事を捉えないからな。こんなのは自由だって。普通に考えればわかるだろ。やっぱり書き込みを客観的に見る限り、韓国は日本を友好国とは見てないよね。むしろ仮想敵国と認識していると思えてしまうかも。実際、その心底にあるものが冷静な分析ではなく感情的な反発だろうしな。日本を警戒するというよりどんなものでも日本を上回らなくては気が済まないとの国民性なんだよ。そうだね。このところ韓国で軽空母建造の機運が高まっている理由についても国防上必要との観点よりも、日本が軽空母を保有するから韓国も持たなければならないとの子供のような感情論しか見えてこないんだ。ムンジェイン政権になってからというもの日韓関係は悪化の一途をたどっているし、今や国交断絶の一歩手前まで来ていると言っても過言ではないんだよね。だよな、両国におけるノロノロの問題にしても何をとっても、これまで穏便に済ませていたものを韓国側からの一方的な主張、というよりは言いがかりによって火をつけられたものばかりだしな。日本は東シナ海における中国の動きを牽制するために出雲型軽空母と F-35B の導入を進めているけど、実はそれ以上に警戒しなければならないのは韓国なのかもしれないね。個人的な意見としては、中国より韓国の方が厄介なんだよな。あいつらは信用できない。中国がガキ大将を気取って好き勝手しているとしたら、韓国はネチネチと嫌味を言ってくる陰湿なイメージだよね。日中、日韓どちらの関係が悪いかの優劣はつけがたいけど、どちらかというと韓国の方が立ちが悪いよね。だよな、解決した問題を蒸し返すわ。何かと言いがかりをつけるわ。勘弁してほしいぜ。いっそ断交しようって声が上がるのもうなずけるよね。韓国と日本の溝が埋まる日はそうそう来ないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。